簡易保険事務センターとは、簡易生命保険及び、かんぽ生命保険の保険の管理等を行う、組織である。略称は、JC、旧称は、地方簡易保険局。本校では、簡易保険システムの運用、管理を行う、情報管理センターについても述べる。旧かんぽ生命東京サービスセンター本館、解体済み日本全国の郵便局で提供される、簡易保険、 かんぽ生命の各種保険商品は各郵便局において契約を管理しておらず、簡易保険事務センターにて管理が行われる。簡易保険事務センターはもともと郵政省、本省直轄の地方支分部局で、地方簡易保険局という名称であったが、1984年6月30日に郵政省設置法が改正され、翌七月一日より同じ地方支分部局である、 地方郵政局の事務の一部を文章する組織として、簡易保険事務センターと解消された。その後、日本郵政公社となった、蔡の組織改革によって、本社簡易保険事業本部直轄の組織となり、現在は、かんぽ生命保険の組織の一部となっている。郵政民営化に伴い、2007年10月1日に、簡易保険事務センターから、 サービスセンターと組織名が解消された。東京サービスセンターは品川区の大崎ブライトタワーに機能を移転サービスセンターとして使われていた建物はかつての旧低新省簡易保健局庁舎地区だったが解体されている。2024年度までに900個の大規模マンションが建設される予定となっている。新築マンションには衣装や素材などの一部保存。 再利用することを検討している。サービスセンターでは保険契約の締結、各種届出受付事務、保険金の支払い決定などを行っている。2005年4月1日、以下の簡易保険事務センターが廃止、統合された。情報管理センターは簡易保険システムの運用、管理を行う目的で、東日本情報管理センターは東京簡易保険事務センター、 西日本情報管理センターは、京都簡易保健事務センターの内部組織として設立された。民営開構は、簡易保健事務センターの内部組織ではなくなり、本社システム企画部直轄の組織となっている。ありがとうございます。